ニュースポストセブンです。交番前の様子が分かりました。体調不良で7月期の連続ドラマこの素晴らしき世界の出演を降板した鈴木京香さん、降板が発表される直前豪華同窓会に参加していました。同窓会のメンバーは1995年に放送されたドラマ王様のレストランのメンバー、山口智子さんの呼びかけで京香さん、小野武彦さん、脚本家の三谷幸喜さんなどが集まったそうです。三谷さんは同窓会について自身の連載コラムで綴っており、当日の京香さんの様子についてすごく元気だったと触れており、降板の一報を受けてちょっとびっくりだと驚いたことを明かしました。